だからその島根にいる間のモテてたよっていうエピソードと動画を繰り広げたいんだったら俺はウバいつもどるけどウバ中だなんでまあでもマッチングアプリとか友達の紹介とか1対1じゃちっと大人数かつ長期間の出会いの場に行った方がいい気をつけなきゃなあの大学っていうんだけど大学そんなとこあんのっていうあの4年間ある合コンなんだけどめっちゃいいやんもしかして大学ってめっちゃ出会い俺もそこで彼女できたしあの人生のボーナステージとも呼ばれてるなんで でも4年間ある合コでしょめっちゃ怪しくない大丈夫、全国で300万人が利用してるから300万人たっぷりより上ちゃんレベル高いいくど